こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は愛知県稲沢市 JR 貨物愛知機関区にやってきました。以前 DD51 型、DE10 型が解体された場所。解体現場ではないということで、機材の方はなく車両の方も留置されていません。今すぐ車両解体を行うということはなさそうなわけですが、奥を見ますと愛知機関区所属 EF64 型1049号機とその後ろに2両、いつでも見れる光景ということで付近に誰もいません。しかし反対側西口付近にはカメラを持った方、多くの鉄道ファンの姿を先ほど確認しています。すでに入れ替え作業を開始しましたが、吹田機関区所属アイドル機関車こと EF66 型27号機。たくさんあった EF66 型0番台の中でも最後まで残ったのがこちら27号機。主に貨物列車の先頭に立ち活躍をしていましたが、2022年になると大きな動き、引退した、復活したなどと注目されていましたが、2022年8月3日稲沢から吹田まで愛知機関区所属 EF64 型1026号機を牽引しまして吹田に到着。最後の牽引になるなんて言われていましたので、こちら稲沢と東海道本線柏原の駅でお見送りをしてきました。結果的に牽引するのは最後となってしまいました。その後8月下旬になりますと京都鉄道博物館の方で展示、その後しばらく吹田の方に留置されていたようですが、本日稲沢で見ることができます。中部運輸局が鉄道の日を記念しまして、2022年10月22日に愛知機関区の方で見学ツアーを開催。参加していませんので詳細は定かではありませんが、27号機を展示して撮影会が行われたんではないでしょうか。ということで2022年10月18日に約2ヶ月半ぶりに関西圏を出まして、こちら稲沢にやってきています。撮影会の方は無事終了したようで、今回稲沢から吹田の方に戻ると聞いています。ということで見ていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。紹介するのが遅くなりましたが、牽引を担当します電気機関車、吹田機関区所属 EF66 型100番台130号機。そして27号機の後ろには川崎貨物駅常備地機7052と7051、2両連結。噂によると27号機は検査が切れていると聞いています。ということで本日は無動力、パンタグラフは下がっています。先ほどまで多くの鉄道ファン、カメラを構えた方が数十名程度いらっしゃいましたが、姿がなくなりました。ということで間もなく出発するかもしれません。稲沢駅方面に急いで戻ります。この後岐阜滋賀方面に追いかける都合がありますので、今回は稲沢駅ホームの方から見ていきたいと思います。清洲方面ホーム先端には大変多くの方が集まっています。
邪魔にならないような場所で見ていきたいと思います。あっという間に通過をしてきました。この後は後続の東海道本線下り列車に乗車、追いかけてみたいと思います。前回8月3日にもやってきてるかもしれませんが、岐阜県に入りまして小積駅、遠くを見ますと27号機を確認することができます。近くまで行けるんでしょうか。そして27号機となりますが、近くまで行けそうです。しかし黄色い線の外側となりますので、この場所からで失礼しています。そして遠くの信号も変わり、130号機のブロワーが入りました。まもなく出発です。あったということで、この先さらに追いかけてみたいと思います。こちら小積駅駅前、特に駅前を見るところはありませんでしたので、ホームの方に戻ろうかと思います。滋賀県に入りまして、米原駅、 JR 東海と JR 西日本の境界駅でもあるということなんですが、27号機、先ほど途中駅で追い抜いていますので、この後やってくるかと思います。ちょっと時間があったので5番乗り場にやってきました。こちら地基7115、そしてこちらは地基7097ということですが、レール輸送車、レールの方は積載されていません。牽引を担当するのは機長となりました、JR 西日本網干総合車両所宮原支所所属 0051-1192 号機。大人気の電気機関車ということで、どこに行っても大変多くの人に囲まれる27号機、付近の駅ホーム、沿線には大変多くの鉄道ファンの姿を確認することができます。米原駅は通過をしたものの、周辺にあります米原操車場の方に停車をしたようです。ということで行ってみたいと思います。こちらは近江鉄道となります。それはさておき、この先人だかりができています。右を見ますと、先ほど米原駅を通過しました27号機の姿を確認。それでは改めまして、一番後ろの車両から川崎駅常備地基7051、そして7052と連結されていますが、草が生い茂っています。ちょっと見ることができません。画面を左にやりますと27号機です。意外に車両の近くで見ることができますが、残念ながら草が生い茂っています。本日稲沢から追いかけてきましたが、結局滋賀県まで来てしまいました。この先吹田に向かうということなんですが、
時間の都合上追いかけることができません。この先どのような流れとなるか定かではありませんが、動向の方見ていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。草に紛れた27号機無動力ということでパンタグラフが下がってるわけですが、ちょっと寂しげに感じられます。しばらく待っても出発しないということで相原操車場を後にしてるわけですが、ちょっと懐かしい車両を見つけました。3両展示されていますので見ながら失礼したいと思います。説明すると長くなってしまいますので、車両のみ。ウィン350、こちらはスター21、そして最後に 300X。 最後までご視聴ありがとうございました。